はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回はですね、先日の、生配信でオール999のモンスターを倒す怪物を作るという、企画をやっていったんですけど、大失敗に終わりましてですね、今回はそのね、次の生配信で、作るというか育てるモンスターですね、それをね、ちょっとアンケートで、募集しようかなと思います。ということで、週末にはね、ちょっと締め切るアンケートなんですけど、いいモンスターがいたらちょっとコメント欄の方に書いて、被ってるモンスターがいたらそれにね、グッドボタンを押してもらってやってもらえればいいなと思ってるんですけど、じゃあちょっと紹介していきましょうか。紹介というか僕の意見ちょっと言っていきたいなと思います。今回ね、初代の怪物を育てて、そいつはね、一番最初からやっていったんですけど、本当にゲームのね、最初のデータから。ただ怪物がね、結構解放してくれたんで、それを使うかどうかっていうのもまず問題になってくるんだよな。使わないんであれば結構育てるモンスター限られてくるね。コロペンドラとかヘンガーね、ヘンガー無理だわ、ゴーレムも無理か。だから本当に初期で行くんならコロペンドラ、ロードランナー、アロヘッドライガー、ホッパーもいけるな、ハム、バック、アーケロ、スエゾー、またスエゾーはないかな、ちょっと次スエゾーはちょっとなしで、モッチ、ネンドロ、ゲルもいけるよな最初から。あとプラント、モノリス、ナーがですね、本当に一番最初からやるんであれば、で、データを引き継ぐのであれば結構資金とかもあるんですけど、解放された方が変がで、チャッキーもいけるね。あとゴーレム、バクーか、バクーはさっき無理だった、多分小屋がでかくないと無理だと思う。バクー、あ、火の鳥いけるね。モックはちょっと無理なんで、あとワームあたりかな。これがデータ引き継ぐならいけるっていうことですね。いや、どれがいいかな、外迷うな。生配信中に人気あったのが、このモックとチャッキーなんですよね。チャッキー見ていくか。チャッキーね、言ってたんだけど、これね、寿命は長いんだけど、これゴミっていう、ここら辺。ここら辺がゴミっていうね。相当きつい、これ。これでいけるのが、500あるけど、500ってことは10年ぐらい生きるってことだからね、何もしなかったら。で、万世タイプ。確かに適性さえあれば最強モンスターになりうる素質はあるな。適性がゴミだからな。命中とか E とかやばいんでね、多分ピークでも7とかじゃないかな、7上がるのが6だったっけ、7か6しか上がらないし、で力とかもね、10トルでも10とかしか上がりませんからね、ピークでも。チャッキーでも人気あったんだよな、チャッキーが一つの候補ですね。でちょっとモックは時間が足りないんで、あとピクシー結構人気あったの。ピクシーさ、こいつもきついよな。確かに賢さ命中回避上げるんだったらいいけど、ライフと丈夫さいいだからね、他のモンスターでもいいんだけど、全然ドラゴンは解放してないな。解放してないやつ多いな。ビーナスとか、ビーナス結構強いな。ビーナス優秀ね。でロードランナー、デュラハン出してない。ミントとか、こいつガッツ回復早いかな。エンジェルもいけるか。はい、そんな感じで。ちょっと、どうなんだろうな。当然、プラント系入れれば強いけど、動画的に面白くなるかは微妙ですね。あと、モッチーの適性が強いのが。モッチー強いんだけど、適性も高いし、寿命もあるんだけど、技がどうかな。技があんまり強くないからな。やっぱ強いですね、適性。普通に育ててるだけで、もう相当強くなると思う、これは。全然ね、製造より育てやすいかなという感じですね。あと、ネンドロとかね。ネンドロ結構いいんじゃん。ネンドロ強いよ。これ実質、丈夫さ適性 A だから、プールバグ利用したら。こいつ強いよね。命中上げるのは大変だな。そこら辺がネックになってくる。やっぱ命中回避、力か賢さね。これが絶対必須だと思うから。そこら辺どうなってくるか。あとは、ガリとか。なんかガリ押してくる人いたな。どうだったっけ、こいつめっちゃ押されたんだけど。こいつめっちゃ押されたんだけど、シオンカメどう、これ、もうこの寿命250で早熟で大した適性じゃないっていう、こいつ相当厳しい。こいつ結構面白そう、動画的には面白そうだね。ただ途中で爆死する可能性があるけど、マーケットにね、ちょっとダンクシュートしないといけないかもしれない、こいつは。そんな感じですね。あと、モノリスね。モノリス誰だったっけな。モノリスで押されてたのが、
あ、こいつだわ。アスファールさんだわ、アスファールさん。これどう？いや、こいつゴミだな。よく見たら。回避がいいって時点でさ、オール999倒すの無理じゃね、こいつ。しかもクソ悪いし、余裕悪いしゴミ。で、丈夫さとかいらないでしょ、これ。これ逆だったらいいんだけどね。こいつとか。いや、こいつは無理だな。だって回避いいだもん。モノリス系無理じゃない、これ。回避とか育てられないでしょ。まあ、ワイルドブロックとかだったら違うけど、まあ、ブルースポンジも9大点かな。寿命が短いな。ロンパオールとか。まあ、相当なハイレベルな縛りになりますね、これは。こいつらで倒そうと思ったらね、オール999。はい。あと、プラントの、プラント種普通に強いかな。育てたら強くなりますからね。押されたのが、邪悪草なんだよな、邪悪草。なんか、絶対長く押されたんだけど、これ。結構寿命あるし、こいつ強いんじゃない？なんかこいつが弱いみたいなこと言われてたけど、いや、こいつ強いと思うけどな、普通にプラント系で。弱いのこれ。強くない？ 370 って製造よりあるし、ガッツ回復早いし、で、プールバグ活かせる。で、命中は悪くないと。で、回避とかは全然上げられると思うけどな。はい。まあそんな感じでね、ちょっと育てられないモンスターはいるんですけど、グジラとかデラハンとか難しい条件になったらね。はい。まあドイツを育てていくかっていうのをね、今回アンケート募集しますので、希望がある方はね、ぜひぜひコメント欄の方に書き込みよろしくお願いします。でね、まあいいなと思ったやつは、またグッドボタンも、はい、押していただければなということで、まあ今回はね、この人気があるやつね、本当にやっていきたいなと思いますので、週末に。はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。それではアポロンでした。